これ、あの、見返り地蔵っていう地蔵で、この車でこの地蔵の横を通り抜ける際、バックミラーで地蔵を見ると事故を起こすと言われています。気になるお地蔵さんです。すごい大きなお地蔵さんですけど、滝行とかこの先の神社に関係があるんでしょうか。ただこのお地蔵さんにね、気を取られてしまって事故を しそうな感じはありますね。でこのカーブなので、よそ見してたら事故を起こしそうな感じになると、坂なので結構スピード出るんですよね。登ってみましょう。だいぶ上までありますね、これ。めちゃくちゃ急ですね。これはあの神社の関係の人の待機所みたいな。怖いな。
んま神社っていう感じもしないですね。次回行ってみましょう。ここは神社のトイレですね。ここがなんか四次元坂という坂らしくて、行きましょうか。だいぶ下がっていってるようにね、これ見えるんですけど、下がっ、まあ、さ下に降りていくように見えるんですけど、これだいぶ登ってんですよね。この動画ではちょっと伝わるかわからないですけど、目の錯覚でこれも上がってるみたいですね。もうほぼ上がってますね。下がってるように見えたんですけど、でこっちから見ると、あ、こっちから見るとすごい下がってるように見えるんですよね。下がってますね、これ普通に見たら。じゃあまた登ってみます。下がってるように見えたんで、で実際これ見るとこっちもね、ひたすら下がってるように見えるんですよね。下がってるように見えてます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。